こんにちは。本日の YouTuber 紹介は、やっぱり NHK 党のね、橘隆さんを紹介したいなと思います。で、私の考えが一本の動画にもう集約されているものがあるんですよ。それをね、この後ご覧いただいて、行く方は、ちょっと橘隆さんの YouTube チャンネル行っていただいて、いやいや、こんな変な人に、やっぱ国債を任せられないよっていう方はね、そのまま画面を閉じていただいてもよろしいのかなと思います。とにかくね、誰よりもお金がなかったところから、やっぱり一夜にしてではないですけどもね。これ数年にして大逆転を図った私としても、やっぱお金はこういうことなんだろうなと、こういうための道具なんだろうなというふうに感じるところがありまして、そこに痛く共感するんですよね。今回はですね、私がベラベラと喋るよりも、この後に続く動画を見ていた方がいいと思います。それでは、どうぞ。お金は愛情であることをみんな知ってるんですよ。皆さんお金っていうのは決して汚いものじゃありません。これは愛情なんです。間違わないでくださいね。お金っていうのは愛情です。だって愛情がない人にお金あげないんです。自分の嫌いな人のお父さんが亡くなりました。皆さんお葬式に行ってお香典出しますか？出しませんよね。誰かが入院した、自分の大切な人だったら当然お見舞いを持って何かを買ってね、お見舞いに行く。もちろん死んだ場合にはお香典。そのお金っていうのも愛情の大きさによって金額も変わりますよね。もとっても仲のいいお友達のお母さんお父さんがお亡くなりになったら、やっぱり親友として10万円ずつも5万円ずつも、ね、3万円1万円こうなるわけですよ。でもみんなグループで仲良かったぐらいだったら5000円とか3000円になるじゃないですか。もう融資でひとまとめにしてとかなるでしょ。お金っていうのは実は愛情そのものなんですよ。そのバロメーターです。もちろんね、持ってるお金の稼いでる額によってお金の違いますよ。その人の収入における出すお金によって愛情って変わってくるわけです。でも実際にじゃあ子供が不治の病になりました。アメリカに行って心臓の移植手術をしないと元に戻らないと生きていけません。日本では禁じられてます。アメリカに行くためには3億というお金がかかります。これをアメリカでその心臓移植の手術を受けるのも、お金があれば愛情、子供を守りたい愛情があればお金で、子供の命を買うことができるんです。これが現実なんですよ、ね、お金と愛情は別だとか思ってる人はそれはもう完全にきれい事言ってるだけで頭おかしな人です。家族を守るためにお父さんは仕事をしてお金を稼ぐんです。もちろん僕の場合は家族や社員、ね、支援していただける方を守るためにお金を稼いでるんですよね。それは自分が愛情を注ぎたい人がどんどん増えていけば、それだけたくさんのお金を稼がないと守れないんですね。もしお金がなかったら僕は馬鹿に頭されてやっぱりやめてもらいます。現に去年、一昨年の1月に茨城の選挙に負けた時には、もうね、来てた事務員の女の子に喫茶店にね、来てもらって、ごめんなさい、もうちょっとこれ以上給料払えませんって言って、辞めてもらったことがあります。で、これね、稼ぎ方が綺麗。いわゆるね、働いて稼ぐ金は綺麗だとみんな思ってるんです、多くの人が。額に汗して働いたお金は綺麗。頭を使って稼ぐお金は汚いと思ってるんですね。でね、日本人の美徳で、なんかこれを国民に洗脳してる感はありますね。もう早朝に起きてね、牛乳配達したり、漁に出たりとかね、工場で働いたり。いわゆるね、労働者が稼ぐ賃金がきれいっていうのがあると思うんですね、日本人ってね。どうしてもあるかな。で、頭を使って稼ぐお金は汚いっていうのがどうしてもあるのかな。だから僕が YouTube を使って売名行為をして、YouTube の再生回数を上げて、YouTube から広告料を得ようとするお金は汚い。っていうイメージがあるようですね。ただ、僕はね、お金の稼ぎ方については、できるだけでかいところから取っていきたいんですよ。だから僕が議員をしているのも、議員報酬って国でしょ、地方自治体ですけど、直接的な、でも国という、その公という大きなところから取っていくわけです。で、YouTube の広告収入も大企業という大きなところから取っていくわけですね。その国や大企業経由の YouTube の収入、そしてお金に余裕がある方から使用料をいただいて、苦しい方にそのシールを無料で配布する、もちろん無料で電話の対応するという形をさせていただいていると。だから僕はもちろん頭を使って稼ぐお金なんで、汚いと思われがちなんですが、要はこっちです。金は使い方が大事っていうんです。働かずに稼ぐお金と働いて稼ぐお金にはきれい汚いってどうしてもあるんですが、要は金は使い方がない。その稼いだお金をどう使うかですよ。僕は見ての通りですね、スーツとかも1万5000円です。もうネットのこれ支援者からいただいたものです。これシャツも1000円、5枚4000円とか3000円のネットで買っています。散髪も1000円ポッキーの散髪です。これ彼女からもらった時計なんですけど、そんなに高くないと思いますし、見ての通りね、自分にお金かけれないんですよ。もちろん毎回も持ってません。高級なもの、僕の中で高級なものってないんですよね。だから NHK をぶっ壊すために僕はお金を稼いでるわけであってね、その使い方が僕は大事で、そのためにお金を稼いでるんです。もちろんね、一人の人間として、男として本能がありますから、女の子と一緒に食べたいとかですね、そういう楽しくデートがしたいということは別に一人は否定しません。どんな人間にもその余暇っていうかね、遊ぶ時間っていうのも必要ですから、それは否定しませんが、とにかく使い方が僕はお金が大事だと思っているので、皆さんからね、いただいたお金、しっかりとですね、NHK をぶっ壊すために使っていきたいと思っております。NHK